悪人と美女は、1952年に制作、公開されたアメリカ映画である。MGM で華やかなミュージカル映画作品を多く、監督していたヴィンセント・ミネリが手掛けた、ハリウッド内幕もの映画。カーク・ダグラス扮する、野心家のラツワンプロデューサーを軸に、彼のエゴイズムによって講師に渡り翻弄されて、痛手を受け、苦渋を飲まねばならなかった三人の映画人、映画監督、女優、 シナリオライター、それぞれの階層を交えて描いた作品である。この時代に、いくつか作られた、ハリウッド内幕物作品でも、ビリー・ワイルダー監督の、サンセット・大通りジョーゼフ・エルマン・キー・ウィッツ監督の、イブのすべてと並ぶ著名な傑作で、1952年度アカデミー賞では、クロリア・グレアムの助演女優賞のほか脚本、撮影なども評価され、 合計5部門で受賞した。デイビッド・ラクシン作曲の流麗なメインテーマ曲は、Love is for the very young の題名を与えられ、スタンダードナンバーとなっている。2002年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。ありがとうございます。